キャッチー生放送でお送りしています。さあそれでは今日の企画はこちら、調べます叶えますあなたの〇〇。イエイエイ。さあこのコーナーは普段お仕事や子育てを頑張っているママさんたちに、調べてほしいこと、叶えてほしいことなど全力で調べたり叶えたりしてみようじゃないのというコーナーとなっています。はい、さあ今回はですね、ニューオープンのホテルの宿泊体験をしたいということで、先週の続き後編です。はい、読谷村にお住まいの星原さん一家の夏休みに密着してますよ。はい、それでは早速見てみましょう。 VTR どうぞ。恩納村にニューオープンしたホテル Web5 沖縄スラガキ、居酒屋以上旅未満、みんなでルーズに過ごすホテルというコンセプトのここに、宿泊体験してみたいとやってきたのは読谷村に住む星原家の皆さん。1日目はモレルエニーモモンブランやイタリアンディナーを楽しみ、家族みんなでゆるい時間を満喫しました。さて2日目は、いただきます。いただきます。おいしそ う, う, そう、すごい朝から生ハム豪華で、ね、野菜がいっぱい取れて何が入ってた？いちごとパイナップル。いつものちょっと比べて違うね。あんちゃん Web5 自慢の朝食はボリュームたっぷり、2種類から選べるバニーのサラダプレートなどがあり、ドリンクバーも創刊。アセロラ甘くない、美味しい。野菜がたくさん、朝ゆっくり食べれていいね。うん、健康的で。生ハムが大好物だという春樹くん、顔ほどの大きさのバニーノにかぶりついています。あら、そんな春樹くんが楽しみにしていた、いや最高ですねこれ。嬉しそう。気持ちいいね。これもホテル自慢のガゼボ付きプール。いやーここいいな。撮影用に1時間だけ貸し切りにしていただきました。プライベート感が伝わっていいですね。あっ、そこで寝っ転がりたい。おー楽しそう。ねえねえのミリさんは那覇でアーティスティックスイミングを習っています。あ、そうじゃん。このホテルで過ごした2週間のうちにチームで本州の大会に遠征するほどの実力。すごい、めちゃめちゃすごい。大迫力の足技を披露してくれました。すごいな、かっこいい。こうして星原家の夏休みは楽しく過ぎていったのでした。春樹くんは帰る前にたまり場で申し訳程度夏休みの宿題を片付けます。さすが小学生。チェックアウトの後、最後にホテルからのプレゼント。え、こんなのあるの？美味しい。甘い。酸っぱい。さっぱり。さっぱりしてる。美味しい。美味しい。すごい、夏だの。ね、夏好きだから。うん、美味しい。美味しい。なっちゃう。これお豆腐かな。さっぱりしてる。美味しいイタリアンジェラートをいただきました。時間がすごいゆっくり流れて、疲れも取れて、はい、過ごせましたね。すごい楽しかったね。客室もあの靴脱いで入るので本当に家みたいに。夜ご飯とかあの朝のフルーツパニーノとかジェラートとかいっぱい美味しいもの食べられて楽しかったです。満喫しました。プールもあったし、あのプールはあの KP、 あ、貸し切りプール。あの貸し切りプールで入れたからよかったです。あと、夜ご飯も
とても美味しくて、もう充実して過ごせました。もう宿題もできて嬉しかったです。また来たいです。また来たいね。夏休みのいい思い出になりましたか？最高でした。よかった。みんなが楽しんでもらえてる様子を見れてすごく嬉しかったです。部屋も大きくてベッドも広いし、本当に暮らすような感じで、時計もねついてなかったから時間も気にせずっていう感じで、もうだらーっと久しぶりにゆっくりできて、こんな風に家族で過ごすのもいいですし、他にも飲み物や食べ物を持ち込むスタイルも大歓迎ということで、普段居酒屋で済まされるモアイのような形でご利用いただくスタイルは、ベブのホテルにはすごくお客様に合っているのではないかなというふうに思います。お友達、仲間とこう居酒屋よりこうもう少しこう自由度高く、ゆっくりと楽しんでいただいて、その後運転を気にせずお部屋でまたのんびりもいただけるかなと思いますので、居酒屋以上旅未満モアイに使えるリゾート、それがベブファイブ沖縄セラガキなんですね。いいかも。ところで星原家のパパ高安さんは、ホテルから車で30分の読谷村でダイビングショップを経営しています。ナチュラルブルー、素敵。県内に数多あるダイビングショップの中でもなかなかユニークな取り組みをしているんです。うちのショップはコンセプトがですね、人と自然の架け橋になろうっていうのと、それを通して全ての人に海を伝えていこうっていう。子どもを対象にした海の自然教室の開催、星原家のママであり幼稚園教諭の資格を持つあやさんのサポートによる、パパとママがダイビングをしている間の託児施設、体に障害を持つ人のためのダイビングコース。 SDGs のその理念の一つで、全ての人を取り残さないっていうのがあるので、身体障害者の方もですね、気持ちだけ持ってきてもらえれば全然できるようなものなのかなとは思います。そんな高安さんがしたいのは、沖縄の人にもっと海のことを知ってほしいということ。自分たちのところっていうすごい貴重なとこなんだよっていうのを知ってもらえるような活動がなんかできればなと思って。ということで、視聴者の方限定、ちょっと素敵な海遊びの特典をご用意いただきました。内容はこの後スタジオで。ということで、素敵な、ね、ダイビングショップもありましたけれども、はい、星原さんのダイビングショップナチュラルブルーでは、キャッチを見たよと言っていただいた方、9月末までシュノーケル体験がなんと2100円でできちゃいます。安い、めちゃめちゃ安い。安い、これね、通常のお値段の 42% オフということで、期間は9月末までとなっています。はい、またベブファイブ、ベブファイブ恩納村セラガキでは県民割でお得な宿泊ができるんですよ。こちらも9月末までとなっています。詳しくはこちらの QR コードまでどうぞ。はい、県民割助かりますしね、ぜひチェックしてください。そうですね、ということで、星原さんのお願い、リゾートホテルで宿泊体験したい、2週にわたって叶えました。よっしゃー。はい、このコーナーでは皆さんからのリクエストを募集していますよ。調べてほしいこと、叶えてほしいこと、ぜひ番組に送ってください。番組のホームページから送れます。はい、お願いします。はい、でもまあリゾートホテル泊まりたいっていう願いだけじゃなくて、はい、自分のダイビングショップを PR したいも叶えましたから。はい、そうですね、確かに確かに。まあ、プレゼントいただいたからね、ありがたかったですけど。はい、本当ありがたいですね。いや、もう本当星原一家はもう5チャンネルから変えちゃダメよ、本当にめちゃめちゃ楽しいっていうことも嬉しかったですね。そうですね、はい、皆さんのメッセージもお待ちしています。